BSS ラジオ午後はドキドキ週刊 SDGs 一人一人が地球のために。週刊 SDGs、 今週は島根大学大学院松本一郎教授と電話がつながっています。松本教授、こんにちは。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、前回のこのコーナーでは SDGs の17番目のゴール、つまりパートナーシップで目標を達成しようについて解説いただきました。 SDGs のそれぞれの目標達成に私たちの連携が大事であること学びましたね。そうでしたよね。情報端末などで情報を共有して世界が意識を上げていくということが目標達成にとってとっても大切だっていうこともね、学びましたし、地球市民という言葉が印象的でしたよね。そうでしたよね。ほら、あの、一つしかない私たちの星を守りたいっていうな、ね、瑠璃色の地球の聖子ちゃん、そうですね、な、歌詞もね、なんかね、やっぱり浮かんでしまいましたね。本当だ、さて松本教授、はい、今日はどんな話になるんでしょう。はい、前回までに17のゴールすべての解説を終えました。はい、新しい年度、つまり4月からは深掘りして深掘り SDGs169 と勝手に題して説明していこうかなと、考えているところです。はい、とその前に、これまで解説してきた17のゴールについて、今回から4回程度でそのつながりや階層性について皆さんと考えてみたいと思います。つながりや階層性、その階層性という字を見てみますと、階段の階という字、それから地層の層という字で階層性なわけですか。はい、そうです。もしかしたら松本式と以前説明していただきましたけれども、はい、松本教授、あの松本式3つに分類したあれですね。あれです。確かに水江ちゃん素晴らしい、ね、人のもういきなり100点ありがとうございます。これ人の生活に関わるとかっていう、3つのあれですね。あれです。はい、はい、それではですね、太田くん、水江ちゃん、今3つのあれよく覚えてくれて嬉しいです。その通りです。はい、それでは解説をしていこうと思います。はい、お願いします。お願いします。はい、SDGs は2015年にスタートしたのですが、それぞれの目標、ゴールをつないで考えることが重要です。はい、研究者などもですね、さまざまな見方、考え方でグループ分けをしているんですが、はい、有名なのは SDGs のウェディングケーキモデルって呼ばれるものが有名です。はい、はい、ちなみにこれはですね、ヨハン・ストローム博士っていう人が考案したモデルで、下から上に3段のケーキになっているんですが、その3段のケーキの真ん中をパートナーシップ SDGs の17番が貫いているっていうモデルなんですね。で、このケーキのモデルは下の段から生態系、2段目が社会、3段目が経済となっているんですが、これ以外にも環境省さんとかですね、さまざまなこの階層性ということを考えていろいろな絵にしてくれています。はい、はい、そこで松本式が出てくるんですが、はい、階層構造を説明していきたいと思います。とその前にですね、はい、今回はちょっと遅くなったんですがクエスチョンです。あ、はいはい、そもそもグループ分けするということは、何がまあ見えてくるのでしょうか。つまり、グループ分けすることで SDGs の達成に向けて何か良いことがあるのかなというような質問なんです。で、実はですね、今日私北三部中学校の研究会にお邪魔してるんですね。で、先ほどまで小学生や中学生の子どもたちが SDGs のことを勉強して発表していたんです。これをですねラジオで言いたくてちょっと今挟んだんですが、はい、ちょっと挟みすぎかな。なので、SDGs の、クエスチョンですね、はい、階層構造をすることで何が見えてくる、そして何か良いことがあるかというクエスチョンで、うん、太田くんから言ってみましょう。
そうですね、そのつながりとか階層ということですけど、SDGs のゴールが17個ある、でそれぞれどんなものかっていうのをこれまで松本教授に解説いただいて、でもそれってその全世界のことだし、地球規模でもうビッグスケールではあるわけですよ。でしかも17個のゴールが多岐にわたっていて、細かいんだけれども、でもそのグループ分けを一つ一つその、個別にするのじゃなくて、松本式のように3つにまとめるとか、そういうグループにすることによって、はい、課題って17個教えてもらった時に重なっているところってあったんですよね。あります、でそこが理解をして連携していけば、対策するのも効率化につながるし、SDGs の目標に向かって達成度もスピードがアップしていくんじゃないかなと思うんです、素晴らしいです。もういきなりこれ100点ですね。素晴らしい、100点です。もう私言うことないです。水井さん、そこを一つお願いします。何か一つ、いやいや、的外れかもしれないんですけれども、開発とかね、経済とか社会とか生態系とかありましたけれども、開発をして、生態系を壊しちゃいけないと思うんですよね。それから経済成長のために人々のが生活で犠牲を払っちゃいけないと思うんですよね。ですからそれぞれをやっぱりきちんと結びつけて物事を起こさないと、やっぱり誰一人取り残されない世界っていうのはできないんじゃないかなって思うんですけれども。はい、私の心をハートをですね、今日はスタジオ以外にいるんですが、貫いていただいて200点です。やったー、完全に今の良かったですね。まさにその通りなんです。それでは解説をしていきます。はい、お願いします。先ほど松本式って名前だけ言ったんですが、中身について少し言いますね。はい、17個のゴールって通常ですね、3段で描かれてるんですね。ラジオなのでお見せできないのが残念なんですが、1から6番が一番上にあって、7番から12番が真ん中の段、そして13番から17番が一番下の段にあります。で、一番下の段が自然環境の保護と人の行動ということで、自然環境が一番下にあるんですね。で、その上に社会や経済が載っています。で、その上に人の生活が載っている。で、先ほど太田君や水江ちゃんが言ってくれたように、これらつながりを意識することで重なりだとかですね、そして深まりが見えてくるわけですね。で、もう一つ大事なことは、3段目に自然環境がありました。この3段目、ピラミッドで考えてもらえると、3段目が崩れるとですね、つまり自然環境が崩れると、その上に乗っている2段目の社会や経済、つまり気候変動が起こると農業、漁業ができなくなって、そして経済に大打撃が起こります。ということで、上の2段目が崩れる。そうなってくると、一番上に乗っていた人の生活に関わる6つのゴール、つまり私たちの生活が立ち行かなくなるということなんです。なので、こういうピラミッドのように三段重ねになっているっていうことが、もう一つ加えて大事なことになります。はい。で、もう一つというか、いっぱい大事なことはあるんですが、このつながりを意識して、でピラミッドのようになってるんですが、どれが大事かっていうことは実はなくて、17個、等しく大事、つまり、同時解決を目指しているっていうことが、重要なことになります。なるほどね。17個、これが一番で、これが一番達成しなくてもいいではなく、全てが大事というところなわけですね。で、その17個のゴールをその階層構造で分けて考える中で、私たちに身近にできることとなると、松本教授、何でしょう。そうですね、これまでのこのコーナーでずっと身近にできることを解説してきたのですが、全体で見る、つまりグループ分けして見ることによって、俯瞰的な立場で見ることができるんですね。大きな目で見れます。つまり大事なこと、身近にできることはですね、知識として
正しく学ぶことということが一番です、で学んだ上で社会経済から自然環境へとかですね、私たちの生活から社会経済また自然環境へという流れの中でボランティア活動や寄付活動、市民活動に参加することなどが重要なこととして挙げられます。で繰り返しますが、大切なことはこのつながり、そして階層性といいましたグループ分けをして意識して学んで行動するということがそれぞれのモチベーションにつながるということになると思います。なるほど。だから、まあ、普段の生活の中で自治体の広報なんかを見てみますと、住んでいる市町村のちょっとしたその自然に対する、社会に対する、経済に対する地域の活動というのが、はい、あったり、あと実際このBSS ラジオ週刊 SDGs も情報キャッチのためには松本教授どんどん活用してもらいたいですね、はい、ですね、ぜひぜひ活用してほしいです。はい、これまで BSS のこの週刊 SDGs ラジオクラウドで過去の放送も聞くことができますので、ラジオクラウドのアプリも無料でダウンロードすることができます。こちらもチェックしてください。というわけで、はい、今日は電話出演となりました島根大学大学院松本一郎教授でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。今週の週刊 SDGs でした。